トリちゃんです。ケンちゃんです。イーちゃんです。イーちゃんです。僕たちの遊び場、今回はエクストラエクストラされたーい。わかんないよね。エクスペクトロパトローナ。最近はね、ハリーポッターにハマってるらしいです。ドビーとネビルが好き。ドビーとネビル、この人多分秘密の部屋までしか見てないです。いや、最後知らんやろ、お前最後。知ってるに決まってんだろ、お前が最高の。これハリポッターハリポッターされた。エクストラエクストラ。イベントでやったんですよね。そう。はい、新年僕たちに丸々された。まあこれまでね、鳥越勇気に怒られたいとかいろいろありましたけど、今日はですね、来てくれた保護者の皆様に、メンバー全員です。あ、これ丸々されたいことを募集しました。はい、いきまーす。一つ目。あ、ちなみにね、ご飯食べ終わらなかったんで続けて食べてます。お母さんケンスケに怒られたい。旦那放置してケンスケ君を応援してばかりの私を怒ってください。ふざけんなって。旦那がな、きっとプロポーズしただろうよ。で、婚約指輪とか買っただろうよ。結構お金使ってるよ、あなたに。旦那は湖に結構お金使ってる。俺は湖に1円も金使ってるって入ってくんなよ。ピースすんな、エキストラじゃねえんだからさ。俺カメラだろ。通行に A とかやってんじゃねえんだからさ。だからまずは旦那。旦那がいいよって言ったらおいでよ。な、放置しちゃダメでしょ。放置って一番嫌だから世間で。うん。世間で。いつも放置してる旦那をちょっと誘う一言言ってあげてよ。こう言ってあげたら旦那ドキッとさせあげられるんじゃないかなっていう。私が好きなものはあなたも好きだよねです。あ、そっち、うん、あ、沼にはまらされるってこと。こっち、そう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 、俺にね。そう、あの、急に人に怒れないてか怒るのって結構疲れるし、ね、シンプルに。まさこさん、鳥越さんに慰められたい、うん、会社の同僚と天まで昼飲みしてお酒に飲まれ、大阪駅でこけて右顎切れて、カット版もらっても血止まらず、夕方からの友人の誕生日をお祝いしました。まあまあだいぶ前な、あの、酔っ払ってる時に後輩がチャリンコで来たのよ。で、その後輩が来てくれて嬉しすぎて、走ってるチャリンコに俺抱きつきに行ったのよ。そしたら僕エビ反りで顎からブワーンって床入って、朝気づいたら顎血だらけでした。傷パーパット、絵で。確かに。すごいね。うん、まあ、だから同じ人だ、うん。失敗はある。同じ人だと思う。同じ種族の人かな、うん、種族ってそっちの種族ですか。うわ、うまっ。続いて、はい、ごはんさん。伊坂郁美におじいで怒られたい。お、得意やん。郁美くんの伊坂系おじいちゃんのモノマネが大好きなので、モノマネで資格の勉強が進まないことを怒ってください。あれ、郁美あれか。郁美なんだ。何郁美怒っちゃうの。あれか。ご飯は勉強しやんタイプか。じゃあ遊び場見て、見終わったら試験の勉強し。怒ってって言ってた。勉強したら、おじいちゃんはおじいちゃん勉強したわ。なんていくんだね、ほんとに。今頑張った、今の頑張りが未来の笑顔につながる。アドバイスだ。みんな恐怖症やね、やっぱ。続いて、はなちゃんさん。鳥越勇気に応援されたい。お、私は天秤座の大型なのですが、2024年最後、最強運ランキングで全48位中44位でした。我に合わない仕事をやらされて消耗しがちみたいです。鳥越さん、私を応援してください。もう、占いなんかもう信じるな。誰かが決めた勝手な運勢に惑わされるな。自分の道を貫け。いや、応援されたい。いや、だから、いや、じゃあ勝つよ。そう、惑わされるな、頑張れっていう。でも鳥越さんはやっぱ神社とかそういうのは大好きですよ。神様は頼りや。占い、占いも占いと神社違う。うん、違う、違うんです。すごいよく受け取ったらいいですよね。ダイさんは良かったですか。ダイヤンさん、あの、やっぱ喋りが上手いからね。もう占いじゃねえじゃん。みことさん、全員から怒られたい。好きな人に告白する勇気が出ません。カツを入れてほしいです。一人、じゃあ一言から。今以下のもう明日死ぬかもしれんねんで、頑張れ。はい、僕は誰かが言ってたのでわーグッときたのは、素直じゃない人は素直な人に取られるんですよ。だから頑張ってください。告白する、うるさいなお前、パチ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 の。どうぞ。告白する勇気がない時点であなたはそいつのこと大して好きじゃないから、その告白さえやめてしまえ。おお、愛でね。人それぞれ。告れ。
おじさん、おじさんいた。当たって砕けろ。砕けんかったら得や。いけ。3文字のコプレいいね。まひろさん、高橋健介にニヤニヤされたい。いつもニヤニヤしてファンサをしてくれるので責任を持ってニヤニヤしてほしいです。あなたのファンそういうタイプ。ニヤニヤ。お前ファンサニヤニヤしてんの？怖い怖い。え、何？テレテレ感。バーンとかできる。その感じでファンサしてほしいって。ニヤニヤしながら。ちょっとコスコスするね。続いて美里さん、トルゴユウキに息子の名前を呼んでほしい。明治から刀剣ラブの幕末天狼伝、メンバーが大好きです。遊び場も大好きで、今日のイベントも後で配信で見たいと思っているので、画面の向こうの息子へ向けて名前ハルオミくん、何か一言だけいただけたら幸いです。飛んで喜ぶと思います。ハルオミ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 、トリちゃんみたいになったらあかんで。あかんで。あかんよ。あかんよ。どうしてくれんのお前ら。スパッと行かれへんやないか。いいね、でも、春海って名前。リカさん、ゆうたろうに怒られたい。資格の勉強をしなきゃいけないのに、全くやる気が出ないから、叱ってほしいです。なんかもう、思うんですけど、その、やりたいことよりも、めんどくさいが勝つって、もうやりたいことを、おろそかにしてもいいって思ってるんですよ、勝手に。そうね、無意識に、はい。そう、告白のあれと一緒で。だから、全くやる気がないならやらなくて損すればいいです。あなたは痛い目に遭わないと分かんないタイプなので、失格して、あ、やればよかったなっていう人生の歩み方をすればいいと思います。そう、前のそれよかったな、めっちゃいいこと言ったの。ずっと一人の愛の手してるの何なの。ミサトンさん、高橋健介に謝罪されたい。お、実家住みの健介。ちょ待って待って、聞こえた。実家住みに健介くんというイメージが定着しているかと思います。私も実家住みなのでそれは全然ありだと思うのですが、健介くんのせいで実家に住んでいることがとても悪いことのように思えて仕方ありません。私はちゃんと家事もしているので実家暮らしが楽だというイメージを強めてしまったことを謝ってください。そしてせめてトイレットペーパーは書いてください。健介くんの将来が心配です、ということで、美里さんに、まあ、実家代表として謝ってください。なんで俺が謝らなければならないのかがまず分からないんですけれども、あなたの実家と僕の実家は違うんですよ。なぜあなたは同等の実家と、もう無意識に、だからまあ確実に僕、ミサトン、ん？だから本当は言いたくないことを言ってるから彼は止まってしまうんです。プライドが高いんですかね。だから別にもうお金入れてるし、俺別に実家に入れてるん、感じは。なんで僕は入れてるからしてない家事。ちなみに何歳ですか。29。今年30。今年30。素晴らしい。結構だってふるさと納税も家族にフルベットしてるし、でも頼みすぎて、あんたこれどこに入んのって言われてる。そうですよね、お母ちゃん。ありがたい。しかもありがたいんですけど、この人がね、こう計算してない肉ケーキとか送ってくれるんですよ。誕生日の。いや、計算じゃん。さすがに実家の冷凍庫やから。でも言ってんの、毎年俺はふるさと納税年末一気にやるって言ってんのに、俺の完璧な冷凍庫配分なのに肉ケーキが飛び出る。お前の誕生日がそこやからやろ。謝罪だけ、謝罪だけされたいって言ってるんで、うん、まあ、お前のせいで実家住みがもう楽なとこって見られてんのっていう、僕のせいで実家住みが印象が悪くなってることに関しては本当すいませんでした。お前懐かしい秀樹さんみたいな。ということで、まだまだたくさんあるんですけど、まあ、時間的にこのぐらいにしましょうかね。ということで送ってくれた皆様ありがとうございました。